そこまで言うとですね、じゃあこのドラムの音色はどうするんだということなんですけれども、ドラムの音色はちょっとここがですね、ユニークなところで、ドラムの音色を今からね、作るのをちょっとやってみるんですけれども、今ここなんです。おう。今キックがですね、これ音が聞こえてくると思うんですけど、これは先ほどのシンセのインターフェースとかですね、エンジンをそのまま使って、キックの音を鳴らしています。で、これ何やってるかっていうと、内部的にサンプリングしてます。レンダリングみたいな感じで。で、ドラムの音に関しては、このようにしてサンプリングされた音を、再生してます。まあ、だから、まあ、正直に言っちゃうと、ドラムの音に関しては、DS で、リアルタイムでは計算してないんで、まあ、ズルをするんですけれども、ただですね、こうやって、自分でですね、あ、おお、いいですね、これね。いい音ですか、どうでしょうか、まあ、試しにこのキックの音ね、こうやってやってるじゃないですか。で、あ、じゃあこれでいいやと。これ自動的にこう、生成しつつ再生をしてるんで、あ、じゃあこれでいいんだったら、ここから抜けりゃいい。セーブする必要ない。抜けて、で、こう鳴らしてみると。あ、今、ミュートか。じゃあちょっと。おお、これは大変なことになってしまいました。収集つかないですね。収集つかないですね、これね。激しいっすね、これ。ちょっと激しすぎるですね。ちょっと戻しましょう。ね。これはすごい。ということで、あ、これぐらいよ。もうちょっと変わってしまいました。で、こうやって、あ、これでいいやと思ったら、このモード抜けるだけでいい。そしたらもう、あ、ちょっと速できるですね。よかったです。こんな感じで、こんな感じですね、ドラムの音色を作っていけるので、まあ、要はですね、感覚的には、モノシンセが6台あって、それがこう、演奏できるという感じですね。